日本赤十字社はホームページに振込先の口座情報などを掲載し、義援金の寄付を受け付けています。振込先の間違いが多くなっていますので、必ず銀行名や口座番号などをご確認の上お振り込みください。三重県内では三重県庁と県庁舎合わせて11箇所に災害義援金の募金箱を設置しています。設置場所はご覧の通りで、平日の午前8時半から午後5時15分まで受け付け、寄せられた義援金は日本赤十字社と中央共同募金会を通じて被災者に届けられます。さらに木曽岬町を除くすべての市町の役所に募金箱を設置しています。木曽岬町では社会福祉協議会に、市町によっては支所や公共施設などにも設置し、支援を呼びかけています。過去の災害では福祉団体や公的機関などを名乗って義援金を騙し取ろうとしたケースがあったため、警察や消費者庁は募集する団体の活動状況や義援金の使い道を事前に確認するよう呼びかけています。